マトベイ・バシリエビチ・ザハロフは、ソ連の軍人、ソ連邦元帥、ソ連邦英雄。マトベイ・ザハロフとベリケンスタリツキー地区ボイルボ村の、貧農出身。マトベイが1歳の時、一家はペテルブルクに転居。15歳の時、組み立て公見習いとして働く。1917年2月、赤英隊に入隊し、 東急選挙とペトログラードを襲撃したコサック部隊の撃退に参加した。同年12月、ソ連共産党に入党。1918年3月、ペトログラードの砲兵指揮官過程に入港。同年11月、南部戦線第10軍に勤務し、砲兵中隊、後に大隊を指揮。戦闘中負傷したが、戦列から離れなかった。1919年、 高等参謀勤務学校で学び、卒業後、再び南方戦線に戻った。師団砲兵補給課長、旅団作戦担当参謀長として、サリツィン防衛に参加。1928年、MV フルンゼ名称軍事アカデミー、1937年、参謀本部軍事アカデミーを卒業。その後、軍参謀長、レニングラード軍管区及び、 オデッサ軍管区の参謀長、老農キ軍参謀総長補佐官を歴任。独ソ戦中は、北西方面、カリーニン、予備、ステップ、第二ウクライナ戦線の参謀長を歴任。1945年7月、ザバイカル戦線参謀長に就任し、関東軍の撃破に貢献した。戦後、参謀本部軍事アカデミー校長となり、その後、 副参謀総長、軍主任観察官を歴任。1953年5月から、レニングラード軍管区司令官。1957年11月から、在独ソビエト軍集団総司令官。1959年5月、ソ連邦元帥に昇進。1960年から63年まで、参謀総長、国防第一次官。最後の職は、 ソ連国防省観察総監だった。1972年1月31日、病気が悪化して死去。彼の遺骨は赤の広場のクレムリンの壁墓所に埋葬された。マトベイザハロフは一連のソ連共産党会議、大議員に選出され、第22期からはソ連共産党中央委員会委員。第4期以降のソ連最高会議大議員。ソ連邦英雄を二度。 レーニン勲章5個、10月革命勲章、赤旗勲章4個、1等、スボーロフ勲章2個等を受章した。チェコスロバキア社会主義共和国英雄でもある。社会主義諸国から19個の勲章を受章。参謀本部軍事アカデミーには、ザハロフの記念碑がある。ありがとうございます。